川名は今日も選手には優しいようです。静岡県伊東市の川名ホテルゴルフコース富士コース、6694ヤードパー71、今日は富士山系クラシックの最終日。さて今日のペアリングです。最終組から2つ前、第8組の組み合わせ、重信、高見、鈴木徹、そしてその前、ディフェンディングチャンピオンの牧野博士、どうしても勝ちたい渡辺司、そして水巻義則。最終組はこの川名で4勝、富士山系クラシックでは通算5勝を挙げている、6勝目を狙っているジャンボ、そしてハミルトン10アンダージャンボと最終組で回るメシアイ、どうしても勝ちたいメシアイです、勝ちたいメシアイです。お待たせいたしました。それでは第10組のスタートです。本大会過去5回のチャンピオン、11アンダーは単独1位からのスタート、尾崎将司選手。狭くうねったフェアウェイ、砲台グリーン。続きまして10アンダーは2位タイからのスタート、アメリカのトッド・ハミルトン選手。ワンショットワンショットに神経を使いながら攻めていかないとコースに負けます。1番のパー4、今日のピンの位置にはフェアウェイ左サイドがベストポジション。そして同じく10アンダーは2位タイからのスタート、現在の、賞金ランキング第1位のメシアイはじめ選手。今季2勝、絶好調のメシアイ。富士山系の川名、最終組、最終日に回りたいと言っていて念願が叶いました。しかもジャンボと一緒のラウンドです。ご覧のようにこのショットもほぼ完璧なポジション。さあ今年の富士山系クラシック、いよいよ最終日、これから熱戦が展開されます。静岡県伊東市の川名ホテルゴルフコース、そのコースの全景をご覧いただいています。海上に浮かぶヘリコプターから川名をゆっくりと見ていただいておりますが、さあ現在の成績です。ご覧のようになんとワンストローク差でハミルトン、そして渡辺司、さらにワンストローク差牧野と、ジャンボがトップをキープしていますが、ワンストローク差で、さあ選手が連なって面白い試合展開になりました。ご覧いただいているのは13番の T、 まずはハミルトンからです。このホールは左へドッグレッグ、そしてグリーンまでずっと緩やかなアップヒル上り坂が続きます。ティーショットをうっかり引っ掛けると
OB ということになります。これはちょっと右に出たようですね。やはり左の OB が怖い。おっとこれはテイクバックが難しい。スタンスが取りにくくなりました。ハミルトンティーショットはちょっとピンチです。セカンドショット打ちにくいところに打ってしまいました。なんと10アンダー1ストローク差でジャンボと回った最終組で回ったメシアイ、今日5ストローク落としてなんとトップと7打差になってしまいました。ここら辺から一つ開き直って思い切っていってもらいたいもんです。これは左ドッグレッグのコーナーを抜けていいところ。それでもグリーンまではアップヒルのショットになります。上り坂、ジャンボがどういう球筋のティーショットを打つか。をめがけて球が出て、その後綺麗に回ってきました。これはやや距離をセーブしてフェアウェイをキープしたというショットだと思います。それでも絶好のポジション。さあここまでの上位選手のプレーをちょっと振り返ってみたいと思います。ジャンボ1番ホール350ヤードのパー4セカンドショット。先ほど番組の最初にティーショットご覧いただきました。セカンドショットは左からの風うまく使って完璧なポジションに乗せてきて、この時点で早くも12アンダー。このギャラリーです。さてメシアイはセカンドをバンカーに落として、これはなんとかうまいところへ持ってきました。強気に狙いましたがカップ通り過ぎてお先に、どうしたんでしょうか。ダブルボギー、このホール一つでジャンボと3つのストローク差がついてしまいました。5番パー4、渡辺司のセカンドショット、これをご覧ください。これが直接カップインです。渡辺司の見事な5番ホールのイーグル。この時点で渡辺司10アンダーにしました。そしてジャンボ、これが5番、距離があったバーディーパットなんですが、これはジャンボも嬉しいでしょう。前の4番パー5でバーディーが取れなかったジャンボですが、5番でバーディー。ハミルトンはこれナイスパットであります。これはナイスバーディー。そしておっと11番のパー3、ジャンボはバンカーにティーショットを入れて、今のバンカーショットうまくいきません。これが第3打、ということで11番はボギー、そして12番はパー、そして現在13番プレー中です。ご覧いただいておりますように今日の川名は薄曇り、それでも会場のヘリコプターからはくっきりと溶岩大地の上に見事にレイアウトされた富士コース、よく見ることができます。ハミルトンのセカンドショットはグリーンをこれはもう狙えないと思いますね。最終組には田中亮介アナウンサーがレポーターとしてついてます。これはそれでもまあまあいいところまで持ってきました。まだアプローチでパーを狙うチャンスはあります。今日はピンがやや奥、手前から16ヤードのところに切ってあります。戸張さん、はい、今のハミルトン選手なんですがね、
今日はティーショットが今一つやっぱ頭にですね、どうしても右へ右へこう出てしまう、そういうティーショットを今日は打っています。今日のジャンボはどうですか。ジャンボの方はですね、やっぱちょっとティーショットの左右のブレがありまして、アイアンショットは相変わらずいい切れ味を見せているんですが、やっぱりなかなかそのバーディーチャンスについてくれないという感じですね。川名が大好きというジャンボ、これも本来のジャンボの咲いてる時のアイアンショットとはちょっと違うかもしれませんね。戸張さん、はい、これジャンボはここのところ天気が良かったんで、グリーンが硬くなってきてるんだと、はい、で思ったより3メーター以上はちょっと転がってしまうんだ、こんな話をしてました。ああ、なるほどね。まあでも計算をしてプレーしてるんだろうと思いますが、今日の召し合いはちょっとスコア崩しましたね。はい、やっぱり出だしのダブルボギーありましたよね。それから9番でワンオンをしたんですが、 4.5 メートルからなんと4パットあったんですね。 1.5 メーターオーバーしまして、また返しを 1.5 メーターオーバー、それが入らず4パット。1番のじゃあ3パット、はい、そして4番で4パット、ギャラリーから切れるなよ切れるなよっていう声がかかっています。おっとこれもショート、メッシア今日はちょっと不本意なラウンドが続いているようです。さあここで現在の成績をご覧いただいて、さあこの後13番のグリーンに向かいますが、ちょっとお知らせです。ハミルトンのこれからサードショット、田中さん距離どのくらいですかね。45ヤードぐらいですね。45ヤードのアプローチ、かなりピンが近く見えますね。これは画面で見るよりもアップヒルなんですね。はい、グリーンまで上り坂、ご覧のような感じです。柔らかくてどうでしょうか。これもまあまあのところに乗ってはいるんですが、それでも難しいグリーンです。非常に難しいグリーンです。傾斜止め両方をきっちり読まないと、このホールではうっかりすると3パットということになりますが、まあハミルトンの場合3パットはないと思いますが、1パットがなかなか難しい場所です。何しろ富士山系としては6回目、川名に舞台を移してから5回目の優勝を狙っているジャンボであります。12アンダー追うハミルトン、もともとアメリカの選手、アメリカのオクラホマ大学で大活躍をした選手ですが、アメリカのプロテストにどうしても受からない、そしてアジアンツアー、アジアサーキットに出て腕を磨いて総合優勝、昨年の総合優勝をして日本のシード権を取って、今年も日本でプレー。メシアイここから右へ切れます。おっと思ったほど切れてこない。この場所からもちょっと神経を使う、短いとはいえ神経を使うパットが残ります。ジャンボのパッティングはまあまあですか。昨日と同じようにですね、やっぱりちょっと打ち切れないっていう感じがしますね、初日2日っていうのは面白いにポンポン入ってたんですよね。ただやっぱ昨日あたりからどうもやっぱり今一つこうラインが読み切れない、こう悩む場面がかなりこう多く感じられます。まあ、しかし昨日も中継に入った14番あたりからパッと決め始めましたよね。その辺がジャンボの強さなんじゃないですかね。かもしれません、はい。まあ、この辺からどういうプレーをしていきますか。これも大きく曲がるラインです。スライス。おー、ナイスパット。ああ、まあこれももう安心してセカンドパットを打てる距離。尾崎パーです。12アンダー。ハミルトンがこれからパーパット。ご覧のように今日日曜日
連休が終わって2日間の谷間があって、そして土曜日日曜日と来たんですが、今日の川名また大勢のギャラリーです。何しろ子供の日のプロアマトーナメントには1万人を超える大ギャラリーがやってきました。今年の富士山系クラシック、月曜日富士山系ウィークは今年も月曜日のマンデートーナメントから始まっています。87人のプロが参加、そして18人が本戦へ進みました。そして木曜日金曜日のプレーをして132人がちょうど60人にカットされて、昨日今日ナイスパット、ナイスパット、このパーはいいパーだと本人も多分納得していると思います。ティーショットが木の横、セカンドショットはフェアウェイ持っていって残り45ヤードを寄せてパーです。メシエのこのホールはパー、5アンダーということになります。さあ富士山系クラシックの最終日、現在ジャンボトップとはいえ1ストローク差、ハミルトン渡辺司が追っています。最終日の熱戦が展開されている静岡県伊東市の川名ホテルゴルフコース、コース上です。今年の富士山系クラシック賞金総額が1億2000万円、優勝賞金が2160万円というビッグなトーナメント。優勝者にはこの調査義行作の優勝というタイトルのついた素晴らしい優勝杯がプレゼンテーターの鈴木穂奈美さんから手渡されることになっています。優勝者には日産自動車より優勝商品としてローレル25ツインカムメダリスト VG セレクションが贈呈されます。ご覧の車です。さらに優勝者には東芝より優勝商品としてツインロータリーエアコン木陰をはじめ東芝製品200万円相当が贈られます。この17番ホール、一番難しいパー3と言われている17番ホールには大会期間中4日間ホールインワンを出した選手にホールインワン賞としてアサヒビールから300万円が贈られます。もし出ない場合は来年に加算です。そして最終18番ホール、セカンドショットのニアピン賞には毎年贈られますが金棒から50万円のニアピン賞です。今のところ新井キクを7アイアン145ヤード、完璧なフェードボールだとこの後で本人が言っていました。73センチ、今のところ有力候補です。さてこの富士山系クラシックは地元伊東市の皆さんがいろんな形でボランティアとして協力してくれています。このギャラリーの受付、そしてギャラリープラザの中で、そして競技運営競技進行の中でもこうやって地元のボランティアの方たちがトーナメントに一生懸命協力をしてくれています。ご覧いただいているのは富士山系クラシックのイメージ画家としてステファン・ペトロビックさん、ユーゴスラビア出身の方の絵がこうやってパンフレットの表紙に使われています。そしてこのパンフレットの売り上げがこれまたチャリティーとして地元に贈呈されています。最終組が14番のグリーンです。メシアイはセカンドショットを打ってグリーン右手前のエッジ、ハミルトンがピン右奥、現在左に映っているボール、ピンのちょっと奥にあるボールです。そしてジャンボがピンの真左、これもバーディーチャンス。1位2位の尾崎ハミルトンがそれぞれバーディーチャンスの最終組、そして上空のヘリからのカメラに切り替えるとこの14番グリーン、そして右手に15番のティーも見えます。すでにもうティーに行って待っているギャラリーの数も多いようです。最終組で回ってスコアを崩した試合、トバリさん、はい、メシアイはですね、隙を見たらジャンボの隙を見たらさっと抜いちゃおうかなと言ってスタートしてたんですよね。
やはりなんといっても一番のダブルボギーが答えてますね。逆にだから隙を見せるところをジャンボが隙をついちゃったとそういう感じですよね。ですね。やはり1番お先にとやってダブルボギー、そしてその後9番の4パットですか。はい、9番のショートホールの4パットです。なるほど、9番のパー3で4パットをしてしまったメシェ、はい、先ほど私4番と言ったかもしれませんが9番のパー3で4パットをしたメシェであります。昨日もこのホールでバーディーを取ったジャンボですが、ご覧のように富士山系の通算獲得賞金ベスト5はジャンボが断然トップ、20回の出場で6576万円、そして藤木が4000万円と第2位です。さあ昨日バーディーを取ったこの14番で今日はどうでしょう。今日もまた来ました、14番ホール、相手が自分より内側につけていた、ワンストローク差の相手が自分より内側につけていたこの14番で先にバーディーパットを放り込みました。さてこれからハミルトンのバーディーパットになります。トパリさん、はい、実はですね5番ホールでも同じような光景があったんですよ。ハミルトンが2メーターのバーディーチャンス、そしてさっきあの映像でご紹介したと思うんですが15メーターぐらいのですねバーディーパットをジャンボが沈めてハミルトンはその2メーター外してます。これを入れ返せるかハミルトン。ワンストローク差で次のホールへ行きたいハミルトン。おっと積極的に狙って打ってきましたがハミルトンバーディー入りません。さて放送席には昨日に引き続きましてプレーが終わった尾崎立夫さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジャンボがまた14番でバーディー入れたんですけど、あ、じゃあ2打差、ちょっとポイントがねかなりはっきりしてきました ね、 ねですね。まあ今のまんまでいきますと尾崎とハミルトンでしょうの優勝争いということになりますね。よっぽどのことがない限り10の渡辺選手はかなり苦しいとということですね。そうですね。あ、昨日もちょうどテレビに映り始めたこの14番でジャンボがバーディーを取ったんですが、うん、まあ、一方ちょっとまあ普段はね、非常に仲のいいメッシ愛最終組で待ってなんとかと言ってましたが、はいはい、うん、ちょっと苦しい5アンダーまで落ちてしまいましたね。選手につきねちょっとこ、厳しすぎますね。ちょっと、もう少し、好調さを見せてもらいたいですね。ですよね、うん、まあ、なんか踏ん張ってほしいっていうか、そうね、うん、もう踏ん張れないとこまで落ちちゃったんだろうけどね、まだこれから後の中でね、まあ、やってもらいたいね。さあ追いかける渡辺司15番のセカンド、うん、まだ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 です。いいところに乗ってきました。もうカーナというのは何が起こるかわからない、ドラマとして何が起こるかわかりません。しかし渡辺司選手も本当にあと一本のところまで行くけど勝てないですね。そうですね、まあ、逆に言ったらこういう風な、パターンになって、うん、一人をあの拾っていくというかね、はい、あの上がっていく2位3位が多いですよね、うん、だから本当はやっぱり彼は一番勝ちたい選手なんだからですよ、ね、あ、やっぱり3日目までなんとか頑張って、最終組でトップに立って、まあ、勝ち負けのゲームをしてくれればねチャンスは出てくるんじゃないかな、ね、ちょっといつも追っかけるというかなナイス2位が多いですね。15番、はい、壁の上ですね。おお、すごいラインのところ打ってきました、うん、これはちょっとでもなんか、ね、まあでもドライバーで打ってくるともうやはりあの1点しかないってところですね。ないですね。特に今日はもうアゲンストでしょ、はい、ティーショットがアゲンストですからね、やっぱ一応バンカーも怖いですしね。彼はやっぱり思い切って逃げてくるんじゃないかな左目に。昨年日本のツアーで1勝を挙げたハミルトン、
この人のリズムってのは いい感じなんですか。そうですね、うん、徹底したスライス系のスイングですね。ですね。あ、やっぱりアプローチパッドにすごい差がある選手ですから、うん、やっぱりそちらを中心とした考え方でプレーしてますいきますから、安全に安全にというスライス系統ですね、うん、フェードというよりスライス系統で攻めます。ちょっと昨日から右向いてるよね、うん、そう、ちょっと右向いてますよね、ちょっとね、うん、そんな感じしますよね、まあ、僕はまあまあいい球打ったんですけれど、まあティーショットはそこそこのところへ持ってきましたメシアイ。さあ最終組がこれからセカンドショット地点に向かいます。さて渡辺司が15番のグリーン上、これからバーディーパット、ジャンボを追いかけるにはここら辺で入れておかないと。まだ残りは10メートル近くありますね。うん、ああしっかりいったね。いいパットしましたけどね。この組にはフジテレビの野崎正和アナウンサーがレポーターとしてついてくれています。さあ渡辺司14番に続いてバーディーパット決まりませんでした。ちょっと表情に出てますね、ね、いいパットしてんだけどやっぱり入ってもらいたかったっていうな。大勢のギャラリーが見守ります。15番のフェアウェイちょうど右にドッグレッグしているコーナーのところに最終組の3選手、まずはハミルトンのセカンドです。この地点ぐらいだと大崎さん、これ何番ヤンぐらいになりますかね。まあアゲンストですからね、距離的に言ったらエッジまで140ぐらい、それからピンが今日20奥ですから、はい、160なので、でも奥が怖いですから6番か6番で抑えて打つぐらいかな、うんうん、さあ難易度の高いセカンド、ね、突っ込み切れないね、風がアゲンスト。そうです。しかもセカンドショット地点で立ってみるとグリーンの奥にはいきなり海が見える、ね、そうです、海なんですよねもう。それでは戸張さん、はい、過去の水産圏の中でこんだけ風がね吹かなかった大会って珍しいですよね。珍しいですね。ああ左ですね、これは。ちょっとダフリ気味だったんでしょうかね。そんな感じかな、はい、本人大きな声でああああって言ってました。クローズスタンスになってるからちょっと上から入りすぎてるのかな、うん、ジャンボのとこはものすごいいいとこですよね。左のラフから右の奥のピンですからです、ね、グリーンを長く使えるということでストレートに打っていける、ね、そうです。こういうルックスですね。あ、綺麗なとこ、綺麗な、画面としては綺麗ですね本人は嫌だね。8万円です。抑えて打ってきた、うん、距離合わしに来たですね。あ、さすがにジャンボですね。フェアウェイの左端ラフにちょっとかかったところからグリーンのセンターへ打ってきました。さて16番のティーショット。淡泊にボール見てないっていうことはもうど真ん中かなもう自信満々で、ね、今のはど真ん中だね。自信満々のステップバックでしたステップバックねいいね、今のステップバックは自信満々のなるほど、言い方がね、いいね、なかなかね、いいですね、今の良かったですよ。ありがとうございます自信のないいつまでも突っ立ってるやつ見つめるやつじーっと落ちるまで見てるってなりますけどね。ロックされたように体が。まあでも怖いホールではありますね、このホール ね。やっと怖い風が吹いてきましたよ。ちょっと右目からアゲンスト。これも自信満々だね。ですね。うん、ちょっと嫌なとこですが、そうなんですね、うん、まあ、右のラフに入れるとこう引っ
かけも怖いし、そうなの、あのすごいね、あのつま先上がりっていうの、はい、うん、ちょうどね膝の高さぐらいにボールがある感じなのね、そして左が OB でしょ、だから結構あそこは嫌なんですよ。画面は15番のグリーンに戻ります。さあメッシアへのアプローチ、アドレスをすると右から出ているマウンドがちょっと気になるんですが、うん、しかしあまり、まずまずか、ロフトの相当ないクラブで打ってた、そうです ね、 今ね 7番か6番ぐらいで打ってるからなんですね、うん、宮瀬が6アンダーで最終ホール18番、これが入るとバーディー、はい、はい、川奈のグリーンだね今のは、最後にスライスしました、そうなの、ひょい、嫌われた人間っていうのはもうまずあの本当嫌われるのね、あナイスラウンドだね、2バーディーノーボギー、2バーディーノーボギー、いいラウンドです、フレッシュなプレーを続けます宮瀬、ロッド・ハミルトンのバーディーパット、おお、ナイスパットです、これはうまくいってきましたね、そうですね、やっぱり狙いたい西は距離がありすぎるからね、ここは一つパーで踏ん張っておこうという作戦なんでしょうか、昨日に続いて14番でバーディーを取って2位に2ストローク差をつけたジャンボ、そしてこの15番、これも狙うには多分いいラインなんじゃないですかね、ここは、まあ、でも狙わない、いや狙わないことはないと思います、やっぱり、うん、あの上りで3パターっていうのはまずないですからね、はい、うん、まあ、一応狙うんでしょうけど、がむしゃらに狙うっていう風な感じじゃないかもわかんないですね、気持ちはもう16、17、18の逃げ切りに頭がいってんじゃないかな、ね、弱いですね、おい、お入ったよ、うん、いいパットですね、これもほとんどもう距離感合ってきてますね、はい、さあ尾崎が川名のコース5回目の優勝、富士山系6回目の優勝を狙って一歩一歩行ってますね、そう、そしてね、うん、まあ、あの多分16番17番あたりで2打差というのはジャンボのもう青写真通りじゃないかなですね、うん、やっぱり同点で来るとやっぱりどっちに転ぶかわからないという風なですよね、コースですから、うんですね、それとジャンボは飛ぶだけに次のホールのティーショット怖いんですよね、そうですね、うん、思い切って逃げるかもわからないですよ、右の方に、昨日もなんか危なかったんでしょ、1メーターぐらいで、昨日はもうだって四六位から1メートルぐらいでしたからね、左、これです牧野君の、おウッド持ってます、スプーン持ってるんですね、左ってことかな、いや右の方行ってしまいましたね、とっとっとっと危ない、あ、まあ、しかし戻ってきて、さあ起死回生のショットはここにしかないですね、渡辺君はね、どこに見るか、あー冷たくそうとこっちへ来ちゃうとちょっと難しくなります、嫌がってんな、もうちょっとね、彼はもうちょっと気合が入ったらいいと思うんだけどなんかうつうつ言いますよね、いやまあ本人は一生懸命やってんだと思うんですけどねなんかね、うん、ご覧のように伊豆の海、うん、そして波打ち際が白く波立っています、そしてそのすぐ上、それ戸張さん何回言いました、そのいいじゃない、もうこれを言わないとカメラじゃないんだから喜びすぎだい戸張さん、はい、前半ジャンボはですねフェアウェイはティーショット1回しか捉えられなかったんですが、後半になりまして今少しあのフェアウェイ外しましたよね、16番で、はい、あ15番ですが、ティーショットかなり安定してきてますからここも大丈夫だと思いますが、昨日もそうでしたよね、はい、昨日ちょっとドローかかりましたからね、
ただ問題はもう逃げることを考えて OB さえしないっていうショットはできると思うんですよね。もう今大会のフェアウェイキープ率はジャンボ4割しかいってないですよね。ところがパーオン率はですね、なんと 76%。 いわゆるなんていうのかな、あのドロップボール、はい、フライヤーボールの計算がうまくいってんだ ね。だからフェアウェイ外してもパーオンさせてきてしまう。ティーマカのかなり左を使って、戸張さん、はい、今日はティーショットの OB いずれも海の方に3つ出ています。ああそうですか。16番には野島隆アナウンサーレポートを入れてくれます。どこへ落ちるか。右のラフにまっすぐでした、ね、うわいいとこだな。トライ、まあ、一つには2ストローク差というね、そうです、部分が非常にこのティーショット攻めたですね。今思ったより ね、もうちょっと逃げるかなと思ったけど、やはりここら辺が1ストローク差とかタイとか2ストローク差ということによって、うん、やはりプロでも随分心理的には変わってくるでしょうね。そうですね、うん、もうハミルトンにしてみるともう攻めるしかないですよね。ですね。それと同時に、まあ、やっぱりあの攻めてもこのホールですから、はい、むやみやたら攻めるというより、うん、まずフェアウェイ落ち着いてティーショット打ってからでしょ勝負は。この人の飛距離だと2オンはどうですか。あ、できます。彼はものすごい飛びます。ですね。あそこ安全な方向ですね。しかしあそこだと右の松ちょっと気になりますかね。はい、でも上に上来てエッジまでなんとかフォアヤンぐらいでドロップさせてというふうな作戦でしょう。最終組でスコアを崩すと選手の心理というのはここですよ、ね、これもヒールに当たってしまったようですね、はい、7番のグリーンでしょう。こうやっぱりまあなんていうんですかね、こう寂しくなるっていうか、こう最終組でそうなのね、一人だけ、うん、でギャラリーは動き始めてしまうし、そういう時にこのあのアウトオブバーンズがね、あるんだよね案外ね。でもなんとか抑えたね。そう。さて渡辺司のトレガスあるショット。中途半端ねこれは。ちょっとインパクト力なかったですね今のは、ね、台が降り立ったのかな。どうも試合のこう最後に一歩行かないっていうのがね、渡辺司のパターンなんですが、やはりこれ本人が一番悔しい辛い思いをしていると思いますが、あれだけの成績上げてるんですから ね、絶対的に上手なんだろうけどね。ということで最終組セカンドショット地点に向かいます。16番これから16番パー5のセカンドショット。パリさん、はい、まだ240ヤードハミルトンのところですと245ヤードぐらいなんですが、情報によりますと5番アイアンを手にしてます、うん、はい、でジャンボの方はつま下がりのラインでドライビングアイアンを持っています。これはフライヤーを計算してますね、はいはい、こさそうと思ってきますよ。うん、ちょっと左では、まあ、そこそこですね。これがもっと右から来るとキックして届いてきてる、エッジまで来ますね、可能性ありましたね、はいはい、ラフからは5アイアン、はい、そしてジャンボはフェアウェイから、ジャンボはもう完全に左だけを警戒した横に長いグリーンですからね。過去3日間全部バーディー、はい、あ、これはこれはまずいんじゃないですか。これ OB じゃないですか。これおっとおっと、お、画面左、画面左行ってください、画面左左、あ、カメラの人恐れ入りますが、あ、白旗が出ました、うん、セーフ、杭の反対側に回り込んでですね、杭と杭を結ぶライン上でちょっと、カメラを撮っていただけるとボールのポジションが分かると思います。後ほどそういった画面も見てみたいと思います。さあどうなるか、ドキッとしました16番。ここでお知らせです。
さてハミルトンがこれからサードショットということになると思います。戸張さん、はい、ハミルトンが今日ジャンボのマーカーなんですよね。で先に行きましてその OB じゃないということを確認して自分のポジションに戻ってきました、はい、彼はこのショットものすごい上手ですよ。ふわっと上がるのがね。あ、ゆっくりヘッドが動きます。ゴーゴー、ちょっと短いですが、でも柔らかいですね。打ち方はね、感じ出てますね。アマチュアにはなかなかできない打ち方です ね、 やっぱりね、近くなのにね。まあ、ハンディカメラさっきお願いしたように、もしも OB クイと OB クイを結ぶ線上でジャンボのショットが取れれば、ボールポジションが分かりますので、ちょっとそういうシーンを見せてくれればありがたいと思います。もうほんのご覧のようにですね、あの深いところに止まった感じがね、あれは傾斜すごいんですよね。 OB クイというのはクイを結んだクイのOB サイド側、外を結んだ線上にボールがちょっとでも触れていれば、かかっていればセーフ、うん、ハザードの杭と違ってこれは動かせません、触れません。プレーチまで23ヤード先頭さんが補足してました。これがもしもボールがちょっとでも杭にもっと近ければひょっとしたらアンプレアブルだったかもしれませんね、うん。右のこれは思いがけない、でもトラブルがね、あそこのフェアウェイからね、まあミスショットですよね。ですね、大きなミスショットになるか、それともパーで逃げ切れるのかね。グリーンの向こうに行ったのかな。ああナイスショットだね。まあこれがどんどんった段の上、まあここをパーで切り抜けられればでしょうね。まあ切り抜けられるでしょうけど、まあ、よしといったところですよね。本題はハミルトン選手はいいとこですからね。もしも今のが OB だったとするとジャンボの場合よくてボギー、うん、という結果でしたから、まあ助かっただけでもありがたいと。そりゃそうですよ。そして ましてロングでしょ、はい、そしてここでスコア、まあ多分スコア落とさずに2パットできると思うんですよ、うん、ってことはやっぱりトラブルじゃ ないことになるからね。ボギーじゃないから気持ちもそんなに落ち込まないと思うんですよね。中盤でのボギーっていうのはちょっと効くからね。まあそういう風なコースなんだね今のセカンド。でもカーナっていうのはね、はい、そういうことが起きるんですね。アゲンストアップヒルでアゲンストでね、やっぱり左オービーとか、ね、分かってても行っちゃうんだね。そういう風になるんだな。しかし OB っていうのは本当に高いペナルティーですよね。ですね、こうやって考えるとね、うん、これはもうパーでいけてしまうわけですからね。おそらくね。これ右ですね、だいぶ。もうね、これで全て忘れられますからね。まあ、OB というのは本当にあの白い杭を結んだ、まあ、先ほど私ちょっと打ち返して外側って言ったかもしれませんが、内側の線ですよね。そうですね、はい、内側の線にボールがちょっとでもついていればセーフなんですよ。その差がため息ですまあいい方のため息かも分かんない ね。本人はホッとしたような、フォアで取れなかったというより。うわ強い強い。先ほどの16番のアプローチと逆ですよね、うん、ただ、うん、4位との差があるからね、いいですけれど、まあ、
ね、試合バーディー、あ、やっとバーディーが来ました。これで5から6、まあ、ここら辺の粘りというのが大事かもしれません。本人もあれかな、中日と今回とね、ジャンボと一緒に回って必要以上に賞金王とかいろんなこと考えたのかな、この時期でかもしれません ね。でなきゃ意識があるでしょうね、やっぱりね、意識がちょっと強かったかな、心当たりで勝っておかなければっていうような意識が強かったのかな、流れのままでいけばいい戦いできたのにね。一方ハミルトンがこのバーディーパットを決めてくると17球目で勝負は分からなくなります。今日の試合のポイントと言っていいんじゃないかな。これは最後に少しフックしてそうです、順目のフックということで川奈にでは一番入りやすい順目のフックでしょう。ハミルトンは痛いミス、まあ、ミスと言っていいかもしれません。やっぱミスでしょう、ここまでミスですね、はい、うん、さあジャンボが OB ギリギリのところで助かってハミルトンがバーディーパットを外して2ストローク差変わらずに残り17、18の2つのホールです。言い訳してますね言い訳してましたね。3円で行こうと思ったらと渡辺君なかなか味のあるパーティーしたコメント避けようね難しいゴルフするねこの人は。自分のゴルフに目を回すタイプか分かんないねさあ17番のパー3、牧野がこれから、おっとマイクをもう一回ちょっと気になりましたか、あれこれはえらいミスアプローチしたのかな、牧野にしては珍しいですよね。あのグリーンの奥の渡辺司とね、えお、ああちょっと上がってたとこだったから、渡辺司とちょっと逆でですね、ちょっとショートしましたね。ですね、今のジャンプの組が終わりましてこちらの方へずっとギャラリーに流れてくるんですよ。それをちょっと気にしてますね。早いんだな、あ、牧野残念ながら17番でボギー、これで6アンダーに後退です。あそうか、さあ17番最終組が来ました。なんと今日のホールアベレージ、スコアアベレージが 3.37、 バーディーは2人しかいません。塩原さん、バーディー2人しかいないですね、ここね。そうなんですね、しかもこれはカラーからのパットが決まっているというバーディーで、乗せた人ではいないんですよ、まだ乗せてバーディーがいない、うん、11人ぐらいしか乗ってないらしいもん。今のところパーオンが11人です。11人、はあ、これも強く切ったんじゃ大きいんだろうね、きっとね。あれ、ああよく止まった、うっかりするとね、あの山越えて奥のバンカーに、はい、そうするともう大変ですよ。今のは何番やんだ、やっぱ6番なんですよね。結局ね、前のホールが右からアゲンストのように見えるから、ここがどうしてもフォローには感じられないんですよ、体で感じるものが。なるほどね、だからフォロー、多分フォローなんだろうと思うんだけど、見た目がどうしてもあの左の山の方から流れてきてるような感じがするから、スイッチから入っちゃうんだね。ジャンボはの6番アイアンを持っています。6番じゃまず乗ることないと思うんですよね、ジャンボも、うん、ものすごい柔らかく打ってでも技を使ってきそうな、もうそういう状況じゃないでしょ、もうまっすぐ真ん中に乗せよう、6番でドーンと打っての、あの真ん中に乗せようとする作戦でしょうから。これはまたまずいね、さっきのセカンドとよく似たスイングしちゃったね。おっと、あこれはついてる。しかし先ほどは20センチでセーフ。今のはもう2メーター以上の高いコンビニですよ、ね、ね、あれバウンドの場所間違えるとあれ崖の方行っちゃいますよね。もう当然でしょう、やっぱ今のキャリー強さから見ればおそらく30ヤードから40ヤード向こうにオーバーしてもしょうがないような球でしょう。しかしジャンボの、あやっぱり風のこと言ってますよ、うん、もうまるっきりでかいですね今のショットも。
ジャンボっていうのはどうもああいう時にこうミスがミスにならないっていうかまあね、ああそればっかりじゃないんだろうけどね。いやでもそういう運の強さもやっぱり合わせて持ってるっていう自分のね普段のコメント避け俺それ。あそうまあね、誰が今度7番持つでしょう。あ、やはり今の見てね、うん、まあ、戸張さん、はい、やっぱりこのグリーン上ね、ピンの竿がこうしなるぐらい風が結構強いんですよね。左から右へのフォローです。あ、それがフォローに見えない。見えないんです。だから全員がオーバーしてるのに分かってて6番円でどん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 打ってくるのね。いわゆる手前の崖っていうのも警戒しますよ当然。右入れたような感じですね。うん、おっと落ちてこなきゃ。あ、いや3人ともかなりでかいですよね。結局この17番は今日このコンディションの中でパーオンは11人しかいませんでした。そしてこの17番ホール、かけられていましたアサヒビールからの300万円のホールインワン賞は今年は該当者がなし、したがって来年のこのホールインワン賞アサヒビールから400万円が贈られることになります。11人の中の一人は僕ですからね。あ、パンをしたんです。ありがとうございます。渡辺司18番、昨日と同じのとこかな。またラフか。今日のピンの位置だとまた難しいですね。そうです。はい、戸張さん、はい、どうぞ。あの渡辺司選手、さっきあのちょっとミスショットみたいになりましたよね。あれ実は穴の中に入ってたんですって。ですから上からコツンと行こうと思ったのがガツンと入ってしまったという。でもその後 の6メートルぐらいオーバーしたの入れましたんでね、まだまだ諦めてないようです。ああ、やはりラインがちょっとね。まあ川名は何が起こるかわからないと、まあ、選手がみんな知っていますから最後までギブアップしないということだと思います。ね、したら自分がなんかどんどん崩れますからね。ですよね、はい、スコアとか順位関係なくやっぱりしっかりした気持ちでプレイしなければどうにもなりません。おそらく5000を超えるギャラリーだと思いますが、これ今日上から撮ってるんですか。そうですね、ヘリコプターで。高く上がってますからね、ほとんど音が聞こえないと思いますね。ずいぶん高く上がってんだ。これは17番グリーン横のクレーンの上から撮ったカメラです、うん、これでハミルトン選手のはもうどうだろう、もうじきボールが見えてくんじゃないでしょうかね。あ、まあピンは見やすいですよ確かに。あ、これですね。まあ向こう2人よりはまあいいですかね。いいか、うん、いいとは思いますよ僕はね。向こうはまっすぐ下ってますからラインが合わせやすいですけれど距離が合わせづらいかな。この紫のパンツは、短くもうほとんど、そうですね、右手のグリップがシャフトにかかっています。今かかってるよね完全に ね、 ね。右足の外にボールを置いたような感じでした。これはミスだな。ショート。あそこからねすごい今日は下ってるんですよ。だから早く見えるんでしょうね。はいはい、見えるんです。辛い一日です。そうです。さてハミルトンがこれからグリーン奥のコブの上からのアプローチ、うん、柔らかいタッチ持ってるか、さっきと同じフェース開いて、あ、柔らかい、素晴らしいねこれはね。いや、ボールのもう出だしのスピードがもうふっとね、止まっちゃった。これやっぱり尾崎さん、ああいうのっていうのはこうその選手がこう持ってるなんかこう
タッチみたいなね、そう、感性みたいなもんかな、うん、ですよね、はい、これはなかなか練習してもなかなかできないんですね。でまあ、練習でできても本番ではなかなかできないですよね、うん、それも大事ですね、うん、結局柔らかいタッチっていう、あの本番ではなぜかって言ったらやっぱりプレッシャーかかってくるからね、一番体がロックされる状況だから、そういう状況で柔らかく動くっていうことはなかなかね、特にこのテッド・ハミルトンとジャンボはやっぱりできる人ですね。プレッシャーの中で柔らかいショットが得意な人ですね。これしっかりいったね。あれベストパットだな。見事なもんですね。距離を切り合わせてきます。本人としてはもっと寄せたかったのかもしれませんが、いやこれはでもやっぱりああいうピンチの時のロングパターの安定度っていうのは素晴らしいですね。やっぱり去年、ね、まあ、去年だけじゃなくて、まあ、パッティングランキング1番なんだけど、やっぱりああいうのをそつなく確実にこなしていくっていうのは強いですね、うん、渡辺司が18番のセカンド。さあこれがいくラフからどういいところでした。あれ今日はこの右のラフから17人ショットしたんですが、これで2人目ですね、ツーオンしたのは。まあでもここら辺のワンストロークを大切にして、こうやっていくら落ちてきた後でも頑張っておけばでしょ、乗り越えていくことになっていくんじゃないんですかね。もうそれしか言いようがないですね、ですね、彼に対してはね、うん、おそらく一番がっかりしてるのは本人だろうから、川奈の溶岩大地の中でこの17番の時がポッと持ち上がった感じで見えますよね、うん。ハミルトンも昨年の JPGA ツアーパッティングアベレージランキング第3位。この人はねノーコックで手を固めておいて左の肩でストロークするんだね。だからフェースが全然動かない、ね、お褒めたと褒めたとこなんだね、さあますますジャンボを楽にしてしまいます。これでハミルトンがワンストロークを落としました。まあどうやらジャンボの間違いないでしょうね、うん、間違いないというのはおかしいですけど、まあ、コーナーで5回目富士山系6回目、はい、多分どうにもならないね。確実にチンと入れていきます。そうです。ジャンボのゴルフというのは決して荒削りに見えるんですけど、荒削りではない正反対のゴルフなんですね、実はね。そうですね、デリケートだね、やっぱり非常にデリケートにこう、うん、普通の人がなんか外しそうだなっていうところをコロッと入れてくるとかね、うん、オフしそうだなっていうところ止まってる、止まってるそのコメント避けようさあ最終組ジャンボが余裕を持ってなんと2位と3ストローク差を持って18番最終ホール、こうなるとティーショットはジャンボ伸び伸びと打てそうな感じがしますね。そうですね、うん、ご覧のように大ギャラリー18番一ホール完全にギャラリーの輪ができました。よいしょ、うん、これはパッ、そうですね、嫌味を叩きましたね今。そうですね今日戸部さんね、昨日より風が強いフォローなんで、はい、選手あの飛距離伸ばしてきてますね。ワンクラブぐらいセカンド違うかも分かりませんね。18番は坂井正幸アナウンサーです。これは右のラフだね。ああ大丈夫だ。やはりキャリーがあると右へのキック度合いが少ないんですね。あれね、ですね、はい、戸張さん、はい、どうぞ。今日ジャンボはですね、安定したゴルフ安定したスコアが目標なんだと
であまり好きではないんだけどもここのカーナはディフェンスが大事なんだと、うん、だからディフェンスの大事なゴルフをしていきたいこういう話をして今日スタートしてきましたがまさにその硬いゴルフでしたですねさっき言ったようにね、まあ、ディフェンスなんだけど、はい、ラフからのショットを確実に乗せて2パットというふうなそれがディフェンスのゴルフかもわからないですね、ですね、うん、ジャンボ現在今日だけのスコアが2アンダーしたがってジャンボはこのままいくと67、67、68で最終ホールパーでいくと69 4日間トータル全部60台でなおかつトーナメントの最小優勝スコアが今までマークホメラの11アンダーでしたからそれをも破ることになります。18番渡辺司のこれがバーディーパット。惜しい。やっぱり2桁アンダーする人は高い ね、 ね。黄色の丸って何ですかあれは。黄色の丸イーグル。ちょっと待ってくださいね。さあこの富士山系クラシック優勝者には優勝杯そして賞金そしてこの日産自動車から優勝商品としてローレル25ツインカムメダリスト V G セレクションが贈呈されることになっています。そしてさらに東芝より優勝商品としてはツインロータリーエアコン木陰をはじめ東芝製品200万円相当が贈られます。どうしようもとられない。あんなに大飯食られてさ最終ホールを3ストローク差つけてこの大ギャラリーの中をグリーンに向かって、まあ、セカンドショット地点ですけど行くっていうのは気分のいいもんでしょうね。そうです。もういろいろなことを考えられます。ゴルフ以外のことを考えてますよね。あ、うん、だから1ストロークだともうゴルフのこと以外ないですけど、ね、もう何しろパーで行くっていうか、まあ、もうなんとかっていう感じだけど、うん、だからそれは気持ちいいですよ。男の花道はねやっぱりいろいろなことを考えながら余裕を持っていけるんだからやっぱ詩人になったりね。ご覧のように過去マーク・オメラのスコア11アンダーが一番いいスコア、そして一番多いのが最終日ものすごい風が吹いた時の湯原信光の3オーバー。川名ってこれだけ優勝スコアに差がつくんですね。ですね、うん、まあ、今回はもう逆に言ったら破られないぐらいね天気が良かったと。4日間ね、うん、これは牧野パーパットです、うん。坂井さん今のパーパット。そうなんですよ。セカンドねグリーン奥のガードバンカーに捕まりまして3打でここでした。そして2パットのボギーでした。なるほどね。ちょっと後半インに入って大きく乱れた牧野でした。5アンダーでフィニッシュ。牧野君もね決して今あんまりゴルフの状態良くないと思うんですよ。うん、まあ、でも2連覇っていうふうな意欲っていうのかな、はい、それがものすごい強くって頑張ってきたんだけどそれが消えてからちょっとねそれ意地とプライドで伸ばしてきたスコアと思いますよ。あ、やっぱ、ね、それがなくなってしまってからやっぱり崩れた。それも分かりますね。針が崩れるっていうかね針がなくなった段階でそのスコアがね、うん、そうです、崩れてしまうという、この最終18番ホールには金棒からニアピン賞50万円、送られますが現在新井菊夫選手の73センチ、この最後の3人が破るかどうかといったところです。ハミルトンは右のラフ。今日のピンの位置でジェットでね尾崎さんでこの場所来たら、うん、どうします。うん、でもね、ギャラリーが踏んだ後でしょ、はい、うん、ギャラリーの中ですからね、はい、ちょっとロープの外だからね、止まるか分かんないですよ。今日は勝負かけていいんじゃないかな。狙っちゃいますか。はい、ピンが奥ですからライさえ良ければ、はい、ほら、うん、かなりベアに近いライですからね止まる可能性強いです。今日は5人に2人が右のラフからパー、はいはい、3日間ではなんと半分しかパーがセーブできません。上げたってことはもうピンの方に打ってるってことでしょ。ああ、惜しい。ねえ、ほんの少し、うん、だから
フライヤーになってないんだね、きっと。ここでやっぱりなんかこう、ああいう時って選手でこうガクッとするんでしょうね。する。そしてここでボギーでも打てばね、やっぱり渡辺君のまた得意なあの広いに。さあ、ウィニングショットになるか。これはもう真ん中へ大きく振ってきたですね。おお、これそういうの新井さんに取らせてあげれば74センチ、73センチ、74にしとけばいいんだよね。しとけばいいのよね。ほらやっぱりシニアの人が来てね、やっぱり4日間戦ってるんですからね、これは取らせてあげたいな。弟もそう言っています。はい、さあ続いてメシアイセカンドショット。しかし最後にまあ決め打ちみたいな人が来ましたねこれからも決め打ちに来るよ。試合のセカンドショットが切れたか。いいよ、やっぱり止まるねさあこれからねセカンドショット地点からですね、実はあのカメラがね、こう人間が持ちながらこうずっと歩くんですけど、実はね、うん、カメラが揺れない。それでね、なんかねこうスプリングがずっとついてアームが出てるカメラ。 あれと同じじゃん、あのラーメン屋さんのあれまあそれに近いかもしれません ね。そうだよ、ハリウッドの映画撮影でですね。あ、ハリウッドですか、ステディーカム開発されたというねラーメン屋のやつじゃないね、オートバイ乗っていくやつ。そうだからね、こう人間が持ってるけど揺れが出ない。揺れないんだね、あれ。まあスプリングが横についてるでしょ。はい、3選手が上がってまいりました。トッド・ハミルトン選手、いや気持ちいいだろうね今日は。さあ続いてメシアイ始め選手、優勝者、おそらくもジャンボ間違いありません。そして尾崎正史選手です。はい、大きく手を挙げて18番のグリーン上、大ギャラリー、わーすごいギャラリーです。すごいね、グリーン奥の観覧席の下にもギャラリーが詰めかけています。しかもこのセカンドショット、もう自分の好きなポーズがどうでも取れそうです、ね、どうにでも、もうそれを無理やり抑えたっていう感じかな、はい、さて渡辺司が10アンダーでホールアウト、ハミルトンが現在10アンダーでこのホールをパーでいけば2位タイ。なんか目玉のような感じです。顎の目玉でしょ。うーん、辛いでしょうね彼も。これ目玉ですよね。の高さ、まあ、でもまだパーのチャンスは残っています。2位タイですと約1000万円、単独3位になると816万円、だから200万ちょっとの差、200万円のパーパットということになりますね。おそらくハミルトンのパーパットが一番、坂井さん最初ですかね。そういうことになりますね、はいはい、それからあのここニアピン賞今日かかっていましたよね。で新井選手が、ね、2組で回っても73センチつきまして、ね、それからグリーンサイド そのニアピンの計測がずっと今まで来ませんでした、はい、じゃあ最終組のジャンボでやっとそうなんですよ、ね、もう1回測った、はい、暇だったでしょうね女の人たちは、ね、さて大勢のギャラリーが見守る中、日本ツアー2勝目は残念ながらハミルトン逃しましたが、2位タイか3位かのパットです。うん、ど真ん中、うん、大きい。いや今のは意地出したね。今のパットが200万円のパット、みんな驚いてるよ。今のでちょっと気は晴れたでしょう ね、 ね。お見事、16番のバーディーパットが決まらなかったのがハミルトン痛かった、うん、
まあ、しかし2位タイ、10アンダーは見事なフィニッシュです。さてメシアイ、現在6アンダーは5位タイ、入って7アンダーになると4位タイになります。これも100万円ぐらいの価値になるんです。そうですよね、はい、さっきハミルトン選手のあの懸念妙ないパターンがねイメージにあるでしょうから、スコーンと打ってくれば、まあ右かな、はい、ここはっとこう。最後18番でメシアイ意地を見せました。ナイスバーディー。ジャンボが横目でチラッと見ました。4位タイまで上がりましたね。さあこれで4位タイまで返したメシアイ、さあウィニングパット、ジャンボです。これから富士山系クラシック93年度第21回富士山系クラシックのチャンピオンになるパット。尾崎正史ジャンボ、これで富士山系クラシック6回目、カーナに舞台を移して5回目の優勝、パーフェクトなラウンドでした。ご覧のように14アンダーでの優勝、ハイファイブです。いい顔をしてスコアカードの提出所に向かいます。さあ、まあその弟さんに聞くのもなんですけども、ジャンボの優勝をこうやって見てどうですか。やっぱり力あるな、もう最高の出来だったんじゃないかな、ジャンボ自身が今回のトーナメント、初日から当然勝つつもりできたと、この間の、はい、悔しさを、バネにね、どういうふうに戦うかっていうのをもう初日からもう一番のホールから72ホール目まで本当に思い通りいったんじゃないかな、なんかそんな気がしますね。だからもう嬉しいというより傑作、最高の今までの川名の優勝で一番の傑作じゃないかな。あ、やっぱりね、まあというふうに、尾崎さんの方も言ってくれました。それでは早速ジャンボの声を聞いてみたいと思います。インタビューです。大ギャラリーを引き連れて3ストローク差、このグリーンに上がってくる気持ちっていかがなもんですか。やっぱり川名は僕しか似合わないっていうことですね。その川名で、5回、通算6回になるわけですけど、この強さの秘密っていうのは何ですか。やはり、こういう、ね、自然な、コース、それから、まあ、今回ちょっと風が少ないですけれど、やっぱ頭を使わなきゃいけないっていうことですから。頭がある人間が勝つんじゃないですか。予定通りの優勝だったと見ていいわけですか。そうね、まあ、川名ってのは僕の、守護神がいるみたいで、まあ、こういう優勝っていうのはね、まあ、これからの自分っていうのもまた、大きくさせてくれると思うし、これからまた頑張らなきゃいけないと思うんですよ。これで今シーズン1勝目、ジャンボの季節が来ましたね。来ましたね。これからはやっぱりね、今までは大体春先っていうのは、どういう人間が勝つかもわからなかった。だからメッシなんか勝つのはね、まあ、春の珍事みたいなもんですけど、まあ、これから大体本物は勝っていくという。それでは今日応援してくださいましたたくさんのギャラリー、そしてテレビで応援してくれました、日本中のファンの皆さんにジャンボ今日の一言。本当に今日はありがとうございました。そうですね、ギャラリーの皆さんにはいつもの感動と、感激を与え、そして最後に皆さんに僕は感謝するという、そういうスタイルでいきたいと思います。ありがとうございました。という尾崎選手でした。どうもありがとうございました。続いてグリーン上では表彰式、昨年度のチャンピオン牧野博士からジャンボへチャンピオンブレザー贈呈です。そして続いては大変素敵なプレゼンテーター鈴木穂波さんから相当の鳳凰が刻まれた見事な優勝杯がジャンボにプレゼント。続いて優勝賞金2160万円の目録です。というのを負けがつきました。さらに優勝しました尾崎、優勝者には優勝賞品として日産ローレル25ツインカンメダリスト VG セレクションが贈られますが、そのゴールデンキーが東海日産モーター株式会社の専務取締役高橋勉さんから手渡されます。さらに優勝賞品です。東芝よりツインロータリーエアコン木陰をはじめとする東芝製品200万円相当の目録が株式会社東芝静岡支店長桂田誠様から渡されます。
そして株式会社カーナホテル代保取締役会長横田保様からベストスコア賞が鈴木徹プロに30万円の目録です。ということで静岡県伊東市のカーナホテルゴルフコース、富士コースの上で4日間熱戦が繰り広げられました第21回富士山系クラシック、ジャンボが通算6回目、この川名に舞台を移してからはなんと5回目の優勝と、しかも2位を4ストローク離しての見事な優勝という結果を皆様にお伝えしました。来年は一体誰が勝つんでしょうか。富士山系クラシック、来年をぜひ楽しみに皆さんしてください。それではここら辺でカーナホテルゴルフコース富士コースからお別れです。さようなら。We're trying